思っているのさ。皆さんこんにちは、麦田教授の YouTube チャンネルへようこそ。今回は研究者の書評42ということで、与那覇淳さんの、歴史なき時代に私たちが失ったもの取り戻すものということでですね、これ Kindle で、読んだんですけれども、与那覇淳さんっていうのは、実はですね、言論プラットフォームアゴラでですねの記事でですね、こう与那覇さんの、五座雄一さんに関するオープンレター問題、もう今もう問題と言っていいんじゃないですかね、に関する一連の記事をずっと、追って読んでたんですけれども、だから 10連チャンで、あったんですね。でそれでですね、最近ここ最近になってその問題がまた再燃って言いますか、すごいこう、問題になっているみたいなのでですね、これ改めてもう一回、10個全部読んでみたんですけれども、例えばですね、このアゴラの記事の中にあるオープンレターデストピアを排す、五座雄一氏の日文圏、会食訴訟から考える、完結編ということなんですけれども、その中でですね、星新一さんの、ショートショートの、あの有名な星新一さんの、声の網という長編小説を例としてデストピアを紹介しておられました。そしてですね、与那覇さんの、スタンスはですね、一貫して誰もが自らのうちに秘密や失敗や、問題を抱えつつ常にやり直す機会のある社会を、実現することっていうことなんですけれども、ですから、まあ、誰でも失敗はありますし、人に知られたくないこともあるんですけれども、そういうものもちゃんと真摯に反省したりすればやり直す機会はやっぱり、ないといけないんじゃないかという、そういう互いに、許し合える、間違ったらもうそれで、デストピアみたいな感じじゃなくてですね、許し合える社会を、実現化していかないといけないんじゃないかということに非常に共感しております。ということでですね、今回紹介するこの本はですね、実はすで、にですね、この歴史なき時代にというこの本は、ずいぶん前ですね、去年の2021年の7月に、読んでいたんですかね。でその時はですね、このもちろんこの、五座雄一さんのこの一連のシリーズの、話は、なかったわけで、読んでなかったわけなんですけれども、それ対談集みたいな感じなんですよね、この本はですね。でこの本は対談集みたいなんですけど、その対談の中でですね、多くの、著作をこう一応参考文献みたいな感じで、この本にはこういうふうにあったけどっていうふうに書いてあったんですけれども、それでですね、その当時はなかなかその与那覇さんの主張されていることがこうパッとイメージ、私ちょっと頭の回転があんまりこう早くないのかもしれませんけれども、なかったのでですね、ああそういうもんかというふうに思ってたのとですね、まあ中にはですね、非常にこう私も読んだりしてとか、もしくはすごく興味のある本とかがあったのでですね、非常にこう、本自体は面白く読めたんですよ。で例えばですね、ホカリ、ミノルさんの、ラディカルオーラルヒストリーということで、オーストラリア先住民のアボリジニの、歴史実践という本があるんですけれども、このホカリさんは本当にこう惜しいことに、2004年に亡くなられたんですかね、すごく若くして亡くなられた方なんですけれども、これを亡くなられた直後に、もう私この本読んでまして、非常にこう、面白かったという言い方おかしいですね、やっぱりセンセーショナル、オーストラリアのアボリジニの、話なんですけれどもという本を読んでいたりしてですね、それをこう引用されたりしていて、非常にこう、あ、この与那覇さんとなんかもしかしたら意見合うんじゃないかなというふうな予感はしてたんですけれどもね。でそれとかですね、宮本恒一さんの本、私は日本民族学とかの本の中では柳田邦夫さんよりは実は宮本恒一さんの方が僕好きなんですけれども、この宮本恒一さんの本を引用されていたりとかですね。でまたですね、私は読んでなかったんですけれども、
母木木法政さんですね。母木木法政さんっていうのは、私、前回だいぶ前に、研究者の書評ということで14ということで母木木法政水神、新田次郎文学賞受賞作で故、中村哲医師のアフガニスタンの灌漑事業のアイディアにも関係してるんじゃないかということで筑後川のこの灌漑事業の江戸時代の灌漑事業の、話がすごく面白いというかすごく良かったということで非常にこう、推してたんですけれども、その同じ母木木法政さんの、書かれた、本ですよね、そのネガティブケーパビリティ、答えのない事態に耐える力という本を押されていまして、でその本まだ読んだことないので、このから読もうと思うんですけれども、非常にこう、内容がですね、非常にこうその当時は去年読んだ時にはちょっと高尚すぎてと難しすぎてピンとこなかったんですけれども、今この段階で読んでみると、再読してみるとですね、再読してみるとおーという感じですよね。やっぱりいろんなところでやっぱりなるほどっていうか、今こういうこの五座雄一さんのこう問題が、オープンレター問題がこう出てきてる、時にこれ予言してるんじゃないかっていう風な感じで、いろいろなところにこう線をいっぱいまた引き直したりしてるんですけれども、例えばですね、この SNS にはゲーム感覚的な要素があって、こんな発言をしたらフォロワーが増えたとか、有名人からリプレイをもらったなどの楽しさで続ける人は多いですよね。私まさにそうです、すいませんということなんですけれども、その場合ユーザーはゲームの攻略法が知りたい、どっち派にが勝って勝ち馬かということを教えてほしいのであって、ゲーム世界の外部に立つ視点から全体の構造を説明されても興が、そがれてしまうということで、そういう、こう危険性があるということのようなんですけれども、こうまさにそういうふうなところが、あるんじゃないかなというふうに私も、思っているところです。ということとかですね、もうとにかくこの対談の中で出てくる、内容もうこれもう一回読み直してみるとですね、あーという感じになって、今この現状がどうなってるのかっていうのが非常にこうよく、わかるような気がして、これ去年読んだ時には、面白かったんですけれども、この、わざわざ、YouTube で紹介するほどははなかったかなというふうに思ってたんですけれども、今回改めて読み直してみると、この本面白いなっていうか、読んでるべきじゃないかなというふうに思った次第です。で結局のところですね、やっぱり僕もすごく共感する部分というのはですね、人々こう失敗します、失敗しますし、すごいこうやっぱり人に打ち明けたくない、悩みとか秘密とかいっぱいあるはずなんですよね。でそういうところを、えぐり出しちゃって、最後はもう社会的に抹殺してしまうということじゃなくてですね、やはり、真剣に謝って、やり直すということを表明した人にはですね、やはり、やり直す機会を与えてやるというような懐の深さみたいなものが絶対に必要なんじゃないかなというふうに、そうじゃないとやはり今後なんか訴訟合戦になったりとかですね、とにかくもう仇討ちの仇討ちで永遠に続いていくような話になってしまうというようなこともあるんじゃないかなということも含めてですね、非常に、このヨナハさんの、主張されていることっていうのには非常に共感すると、私全然文化系の話とかも全くわからないんですけれども、一人の研究者として、人としてですね、やはり、その研究内容で議論を戦わすということと、それぞれ個人の、非常にこう個人 の、 その特徴であるところに弱みを握って攻撃、個人攻撃するという話っていうのはもう完全にやっぱり、分けて考えないといけない部分じゃないかなというのが、なんか結構こう一緒くたになっちゃってですね、一緒くたになるんでしょうけれども、人間ですから。でそこのところは意識してやはり、
やらないといけないんじゃないかなということを感じた次第であります。ということでですね、私も全くこの、五座雄一さん自身も全然私知りませんし、このヨナハさんのことも全然知りませんけれども、このアゴラを通じてあるとか著作を通じてですね、この五座雄一さんも、素晴らしい、一気の原理という本、非常に面白かった本なんですけれども、そういうのを通じて、今回の問題に関して、私外野ながら、非常にいろんなところを、思ったということで、今回の話は終わらせてもらいます。